このゲームはアフリカの小規模農家を対象とした SHEP アプローチをモチーフに開発されました。 SHEP アプローチはビジネスとしての農業を進めながら農家のやる気を高めるところが特徴です。 SHEP ゲームのゴールはビジネスとしての農業を目指して農業収益を上げることです。所得を増やすにはどうしたらいいのか、どんな作物を作れば売れるのか、自分で情報を収集しながら売れると思う園芸作物を選び出して育てていきます。 SHEP アプローチのコンセプトに従い、モチベーションと栽培スキルと農業経営スキルをうまく上げることがゲームの得点アップにつながる仕掛けになっています。今後より多くの途上国の行政官や農業普及員を対象にゲームを通じた SHEP アプローチの理解促進や普及拡大を目指しています。すでに日本における研修や一部のプロジェクトサイトではゲームを使った学習機会を提供しています。皆様もぜひお手持ちのスマートフォンに SHEP ゲームアプリをダウンロードして SHEP を体験してみてください。高得点を目指して頑張ってください。